声のかけ悲しみよりもっと大事なこと。どうもクスゲス、本日は町田にいます。何ですかミニゴリちゃん。最近寒くないですか。最近寒いよ、最近寒いよ。だから今日もちょっといいですかって確認取って論で来てるのよ。これ吾妻善逸のね。ああ、じゃあ今日は、ああ今日何ですか。言ってはいいですよ、言ってくださいよ。寒いんでカレーを食べようかな。カレーを、はい、何やら町田の29さんで1分間1キロのチャレンジメニューがある。 あります。僕知ってます、正直。あの早食いのね。はい、チャレンジさん、こちら挑戦されたことありますか。ないです。ということなので、今日はプロの力を見せてほしい。え、ガチンコで1分のカレーの早食いを今日やるんですか。はい、いつになく真面目じゃないですか。今日は真面目です。今日は最近だったら ASMR だったり今日はもうガチガチの。わかりました。だって別に1分で1キロぐらい食べるでしょ。目指すところは29秒。なるほど、最速が今29秒だった29秒が最速なの。塗り替えると景品ももらえる。景品もらえる。ただ失敗したら、もし1分以上かかってしまったら2000円払わなきゃいけない。そういう感じか。わかりました。まあちょっと物見てみないと何ともならないですけど頑張ります。はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。サムネってこんな感じだったっけ。ちなみに僕も今日挑戦しようかな。いいじゃん、はい、まあ、牛丼早かったし。40秒目指します。じゃあ僕とミニゴリちゃんがやるということですね。サム、いきますか。いきましょう。最初に混ぜちゃってもちろん構わないです。あれさ、わかんないんだよね。湯気が立つか立たないかぐらいが皆さんちょうどいいって言いますね。え、もうこれじゃあ混ぜるタイム入っちゃっていいですか。スプーンはこれ固定ですか。固定です。うちのスプーン、それでやっていただきます。まあ普通に混ぜましょう。寄せてもいいんですか。手前もちろん寄せても構わない。食べるまでは何していただいてもいいですか。そうですね、奥からこれかき集める時間できちゃいますもんね。そうですね、食べるまでは何してても、何してもらってもこれ攻略要素満点ですよ。本当に皆さん食べ始めるまでにどれぐらいの時間かけてるんだろう。でも皆さん、でも湯気出るか出ないかぐらいまでやったらもう緊張しちゃってるから、もう、あ、もう行きます、もう行きますみたいな感じで、みんな結構さっと行っちゃって。用意スタートの素でいくタイミングです。カウントダウン系です。5秒前コールかけさせてもらいます。いやー、これ食べやすいパターンどうだろうな。行きましょう。5秒前コールさせていただきます。それではいきます。5秒前、4、3、2、1、スタート。遅いでしょこれ。記録39秒83。こっちにパッポチってらっしゃる。カラケー色だよね。僕はヘルですね。うわー失礼します。これ思ってるより食べづらい。 12g でございます。これ2スパぐらいって皆さん考えてください。記録なし、どうします。やるよ。いやでもこれほんとタイムを競うものだから、はい、あの残すのは別に俺は恥ずかしいことじゃないと思う。攻めた結果ですからね。俺できて俺4回だな。4回かい。 4kg ですよ。めっちゃうまそう。え、大体3回か4回ですよ。これ一般の方って来られるんですか。結構あ来てますね。素人の方が全く、ほんと1回目初めてやったっていう方がまさかの1分ちょうどだったんですよね。その方すごく、え、一般で1分だったらもう早いですか。じゃあ逆にめちゃくちゃ早いですね。ワンチャンスあるじゃん。操作に乱をしてあれね、これワンクションワンクションでゴクゴクってほんと言った方がいいわこれ。絶対意外に書き込むよりも丁寧に1個ずつサッサッサッて食べていった方がみんな早かった気がします。おこういってみようか。行きましょう。はい、それでは5秒前コールをかけさせていただきます。
ではいきます。5秒前。4、3、2、1、スタート。軽量次第です。25秒18です。口についてたら大丈夫です。軽量します。めちゃくちゃ食べやすかった、これ。いつもだって。行きます。いっちゃった13ですね。OK、次行こう。これ、いいっすよ。手応え掴んだ。今のはめちゃめちゃ早かったですね。楽しんじゃってるじゃん、もう顔が。まあね、1分の1キロだったら素人さんがやれるなって思って屈するところが一応だって牛丼の並盛りって330ぐらいなんですよ。あれ、肉も込みです。そう、僕ら競技でやるんであれですけど、それ一応やっぱ3倍はあるんですよ。これで3倍はあります。まあ、ルー、まあ、米は550ですけどね。さっきの感じを覚えてるうちに行きたいですよね。いい意味でそんなに気負わない方がいい。これ1分だからさ、緊張しちゃうんだよね。それでは参ります。5秒前コールいきます。それではいきます。5秒前、4、3、2、1、スタート。31秒だから。あかんねえ。落としたらダメだったわ。いつ落とした俺。10秒ぐらいですね。うおーい。え、どっから落ちた？測ります。これダメだ、もう一回やろう。多分これファールだと思う。そしてシャッターです10…このスペースを開けた方がいい。14です。14。そして我慢時間かもしれないですけど、多分さっきより重かった気がした。忘れてた気がした。ちょっと重かったっす。いや、混ぜすぎなんですよ、あれ。あれダメ。でもこれ20秒台が人間の限界だと思うよ。はい、それでは行きましょうか。5秒前コールをかけさせていただきます。5秒前、4、3、2、1、スタート。23秒63。これ微妙っすか。あー、でもいってそうっすね。これは計量します。よいしょ。これは微妙。乗せます。いけるか。 9g です。よっしゃー、来たシャー、来たこらぁ。おっシャー、来たこらぁ。正直言って、俺マジで超嬉しいよ。テンション、今いいっす。いや、いいっす、いいっす。誰もいないのに、いや、すげえわー。おー、あ、これはマジですごい。ありがとうございました。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。私マック鈴木のあれ1分間チャレンジ、3回ファールのうちに4回目でなんとか成功したんですけれども、3回目のファールの時点で村井クルーに罰金のお金の圧力をかけられたのは内緒にしておきます。
というわけなんですけども、ここでなんとですね、ありがたいことにこちらの女の方がなんと動画内に登場してくださるということで、よろしくお願いします。こちらの方です。どうぞ自己紹介お願いします。はい、よろしくお願いします。29の、杉山と申します。よろしくお願いします。おお、はい、杉さん、はい、本日ありがとうございました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。いつも僕食べてるのはこちら29さんで、実はカレーじゃなくてお肉系なんですよ。杉さん、29さんってどんなお店さんなんですか？はい、ハンバーグとステーキが美味しいお店となっております。おお、自分で美味しいって言っちゃうのもあれですよね。いや、もうね、本当に美味しいです。特に個人的にはハンバーグがおすすめ。食べ放題なんかもやってますよね。そうですね、食べ放題2,920円で肉肉でやってますんで。おお、よろしくお願いします。ちなみに年末年始の営業ってどんな感じなんですか？30日から、2日までお休みいただきまして、あとは通常通り営業してます。おお、ちなみに絶賛ウーバーイーツとかもやってますんでね。はい、ぜひぜひご利用ください。近くの人しかダメですよ。あ、確かに。あとお持ち帰りもやってますんで。はい、ちなみに駅から 3秒ぐらいで来れますから。そうちょっともう3分ですね。3分お願いします。でですね、今回やられたチャレンジが、はい、なんといつまでですか？はい、12月の一応30日までですね。おお、なので、もし気になった方はぜひぜひこちら29さん来てみてはいかがでしょうか。ということで、最後この番組は基本的に他力本願な番組なんで、締めてください。締めてください。お願いします。お願いします。よし、マックさん23秒お疲れ様でした。皆さんすいません、本当にありがとうございます。杉さん、僕のせいなんで、これ本当にすいません。ありがとうございます。この記録が超えて、ここでもう心折るんでしょ。2、3、4、5、6、3。え、でも4回見たらイメージ湧いたでしょ、もう。いや、もうそうは湧いたんですよ。湧いた。湧いたんだ。初速でいけて、あ、いけるって思ったらそのままでいいんだけど、下手に痩せんだよ。下手に痩せてガーってやると、良かったものをこぼしたりとか、いきなり詰まったりするから、もう、リズムをいってね。もうこのリズムいって。経験ある人は多少もごもごつむくっていけるけど、多分あんまり経験なかったらもう一回入れて5く、一回入れて5くの繰り返しで、ここ入れてる時にもうそこまで気にしなくていいけど、ここの残り気にした方がいい。こうやってで、残り気にして焦んないでリズム崩れてもいいからってやりながら最後バッと集めてっていうのが多分一番、無駄なく準備ができたらおっしゃってください。僕も大丈夫です。はい、それでは5秒前コールをかけさせていただきます。それではいきます。5秒前、4、3、2、1、スタート。記録が58秒54でございます。うわぁ、途中まで軽量は、含めてもしなくても大丈夫ですね。はい、大丈夫です。余裕を持たせてましたね。余裕を持たせて58秒54でしたね。しかもあれ、皿持ってたらもっと早い。もう、なんで皿持たなかった？いや、こぼすので、冷静に冷静にもう、絶対こぼすなと思って。うわ、次だったらもっと早くなる。いや、めちゃくちゃ早かった。いや、マジで早かったっすね。普通に早くてびっくりした。あれ、最後書き込んだら30何秒台いってましたよね。あ、そんな40秒後半ぐらいまでを一般人じゃねえ。じゃあ一般人枠1位ですか？今1位です。やったじゃん。お名前だけ後で一応記録だけさせてください。美味しい、このカレー。どう？食ってる感じする？いや、結構します。なんかマックさんの見てるともっとスルスル入ってくるのかと思ったんですよ。結構、グッてしないと入らなかったっす。お前でもこれ1分切っちゃうと鈴木さんの凄み薄なるあれあんだけ雄たけび中の雄たけびを上げといて俺
誰もクリアできないって一般人からスッと行っちゃいけないとか。なんなら余裕を持ってクリアしたから。あ、でも吉田さんいらないんじゃない？大丈夫だよ。もういらないでしょ。これだけでいいよ。十分十分。